どうですか今の心境は。この天気の良さが憎い。行楽日和なのに。いやーすごいですね、あれで企画が始まって、あの人の企画が終わる。故郷に錦飾ってないのに帰ってない。帰ってないですね、全然帰ってないです。まだ帰ってない。今、ウイスタニーにもいるんですか？いるいる。はい。お前の？あ、いいです。3人で。そう？そうですね。そんなに静かかね。いやいやいや、ざわざわしてますよ。みんな心の内ざわざわ。確かに心の内がざわざわしてるから言葉に発せれないですよね。これいやでもこんな緊張するの久々だな。まあ緊張してんの。いやしますよ。はい、あ、おざーす。分かれた。あ、いた。おざーす。おはようございます。こんにちは。お久しぶりです。撮ってる。こんにちは。え、どうで育組と松組はどうすんの？松組は俺一人だけなんで。じゃあ我々が時間潰しましょうとか。あ、ありがとうございます。よかったよかった。お二人行かれるんだ。そうですね。いや本当はハルシオさんがやらかして。やらかしたんだ。マキドヨンクやった。ああ。あの店にして選ぶ気でいるんですか。選ぶじゃん。とりあえずちょっとでも。で何やらかしたんですか。もういいね。選べないです。選べない。選べないです。選ばなくて。この情報館に行ってサイト見せてもらった。いや、サイトはこうチラッと見たんですよ。チラッとでしょ、真剣に見なきゃ。そうだよ、本当だよ。事故るよ、本当に。だってさ、もうさ、事故だと思ってるでしょ。だってさ、朝の台選びでさ、7並びの台が1台だけあったら一応座るじゃん。そうなんですけど、もう結構7揃いはもう取られてるっぽいんですよ。確かに、ね、面白かった。確かにね、面白かった。確かに、みんな座ってるから。みんな角座っちゃってるし、今大確保カード刺さってるんですよ。ああ、じゃあそっか。もう旬であったりしてね。あなたもクレオチを狙うしか。クレオチがあるのか。あ、じゃあ電話してからでいいんじゃないの。じゃあここでホテルの前にいるんだけどって。そうですね。そうだよですね。え、女の子は若くて女の人っていいです。体型は問わない。問わないです。体型問わない。若くて番号入ってますよね。入ってますですよね。これは何歳ですよね。まあまあ言ってるだけなんで部屋決めて。はい、元なしネタは考えます。明るめで入ってた。さようなら。じゃあ行ってまいります。よっしゃー。